私の名前は上野アリナ。実家で暮らしながら会社員をしている。私は独身だけど、妹のヒカルは早々結婚してもう二人の子持ち。どちらとも娘で、もう可愛くて仕方ない。元から仲が良く、実家近くに住んでいるので、たまに面倒を見に行ったりする。しかも三人目妊娠中。三人目おめでとう。ありがとう。お祝いの電話をすると、どこか妹の声は暗かった。何かあったらすぐ手伝うからね。お姉ちゃん、ちょっとうちに来てくれない？いいけど。妹の旦那が実家に一泊すると急に言い出したらしい。妹と長女と次女はお留守番。妹と姪っ子二人は義実家をとても嫌っているよう。それもそのはずだ。妹の旦那の両親はかなり面倒な人たちらしく、毎週義実家に家族で顔を出しに来いという。しかも義両親は男孫を所望していて、期待外れだったからと娘二人を孫と認めていないなんて子供たちの前で言われたらしい。そんなことを言われては、義実家なんて行く気になれないに決まってる。それなのに旦那は怒るばかり。なんでうちの両親に顔見せに行かないんだよ。嫁も娘も義実家参りしなきゃ、俺の大黒柱としての威厳が疑われるじゃないか。と意味不明な理由で毎回相当ごねるらしい。妹たちが義実家に行っても、掃除しろだの飯を作れだの、女だからとこき使われるだけだという。嫁と孫をミジンコ以下に扱う義実家に行きたいと思うの？私たちがミジンコ以下に扱われても構わないから、俺のために行けって言ってんの？はあ、やっぱ女って卑屈だな。親孝行できなくて悲しいよ、俺は。妹が言い返したら諦めたらしく、一人で行ったらしい。そもそも、なんで毎週義実家参りなんてしなきゃいけないんだか。親孝行は自分一人でしろって感じだよね。遊び行って子供たちは見とくから、その間ゆっくり休んで。お姉ちゃん、ありがとう。妹の旦那は一人で義実家に行って留守なので、妹の愚痴を聞きに私は妹宅に泊まりに行くことに。わーい、おばちゃん、遊ぼう。ご飯の後ね、お手伝いしてくれる？はーい。身重の妹に代わり、姪の二人も混ざりながら夕食の支度を始めた。豆苗を肉で巻いて、醤油とみりんと砂糖で味付けしたものと、珍しく妹の旦那が僕が炊くよと言い、炊きすぎたご飯の余りで野菜たっぷりポン酢で味付けしたバターライス。ごめんね、ありがとうお姉ちゃん。いいっていいって、座ってな。それらを食べて、バターライスの方は妹旦那の朝ご飯にしようと取っておいた。姪っ子二人も頑張ってお手伝いしてくれた。おばちゃん、アイス食べたい。こら、ご飯の後なのに。いいよいいよ、私が連れてってあげるよ。まったく、お姉ちゃんったら甘いんだから。それから私たちは散歩がてら近くのアイス屋に行って食べて帰ってきた。あれ、帰宅しドアを開けると、なんと妹の旦那と義母が中にいた。しかもバターライスはリゾットに変わり、勝手に食べ尽くされている。妹も姪も激しく怒り出した。ちょっと、泊まってくるって言ったでしょ。それになんでお母さんまで。そんな妹を見て、旦那はふんと笑うばかり。俺がいなくても家事を手抜きしてないか、母さんと抜き打ち検査してやったんだ。はあ？なんなのあの料理は。りょうたちゃん好みに私が作り変えましたからね。もうドン引き。あんなのを毎日毎日相手にしていたら、そりゃ嫌になるだろう。とにかく帰ってよ、お姉ちゃん来てるんだから。帰ってだと？ここは俺の家だぞ。そうやそうや。無理やりその日は旦那と義母を義実家へと追い返し、予定通りお泊まりしたものの、この人たちの暴挙はまだまだ終わらなかった。その数ヶ月後、妹がいよいよ臨月になった頃。お姉ちゃん、お母さん、しばらくいさせて。もう疲れ切った顔で妹が姪と実家に帰ってきた。話を聞くと、妹が今妊娠している第三子を旦那と義両親が勝手に子に恵まれない見ず知らずの夫婦に養子に出すと言い出したという。しかももう決定事項だと。妹は臨月になるまで聞かされておらず大激怒。
よくよく聞いてみれば、その子に恵まれない夫婦ってのは、最近テレビで放映された子はいないけど3匹の犬に囲まれて幸せですと言っていた夫婦だという。動物番組だったらしいが、旦那は子がいない寂しさを動物で紛らわすなんてかわいそうと思ったんだとか。そこでいきなり、光が今妊娠してる子をあげたらいいんじゃないかと思いつき、義両親に連絡。いいわね、それ。私も同じ番組を見てそう思ってたの。つまり、そのテレビに出ていた夫婦と連絡を取ったわけでもなく、勝手に3人で盛り上がってただけ。一番腹が立つのは、旦那にとっちゃ第三子は予想外の妊娠だと言い放ち、喜んで夫婦に差し出すことに同意したこと。妹は一般企業に籍を置いて産休中の身。金銭的にも余裕があるし、育休明けは保育園に預けて働くつもりだった。この妊娠も旦那と話し合って3人目を作ることを決めたのに、と泣きながら言ったそうだが、旦那はそんなことを言ってないと主張。立ちが明かず、私、うちの両親、義両親も入れての話し合いとなった。父も激怒し、今にも手が出そうなのを必死に抑えていた。話し合ったんだろ。妊娠させる気がないなら、そもそもなんで否認しなかった。黙り込む旦那の代わりに、義両親がギャーギャー騒ぎ出す。男の子が欲しかったからに決まってるでしょ。3人目も女だなんて。旦那や義両親は男の子が欲しかったらしく、第三子が女の子だったのが、養子云々の妄想を加速させたみたいだった。男の子も欲しいってのは妹も確かに同意してたらしいけど、こういうのわからないものだし、女の子だったからといって落胆したわけではない。嫌なんだよ、また女とか。稼いだ金がもったいない。そうよ、だから養子に出した方が幸せなの。うちの両親の前でも発言し、妹の顔はもう能面になっていた。もういいわ、あんたなんか。この子が生まれたらすぐ離婚しましょう。え、まさか離婚になるとは思ってもいなかったのか。両親と一緒にとっとと弁護士を探してきて、第三子出産後すぐに離婚。慰謝料も取り、養育費も毎月振り込んでもらうことになった。旦那は最後まで、養子に出せばいいだけなのに、と泣いていたそう。あんな人たちと早く別れてよかった。私もつくづくそう思った。妹は実家に戻り、両親と私たちと一緒に賑やかに暮らした。そして3人目が小学生に上がる頃、妹の元旦那がいきなりやってきた。知らない赤ちゃんを抱いて。え、何？何なんですか？弁護士通しなさいよ。お前の子だから引き取ってくれよ。はあ？離婚後一切会ってないのに、なんで妹の子になるの？と問い詰めたら、ニヤニヤこんなことを言い出した。だって俺の元妻だろ？実の母親が育児放棄したら、親権は元妻になるだろ？六法全書見てみろよ。何言ってんの？もうめちゃくちゃだ。どうやら最近元旦那は再婚したらしく、子供ができたが、やはり女の子。あの義両親が案の定騒ぎ出し、妹と同じように離婚へ。ただ違うのは、子供を奥さんは置いていったこと。女なんて育てられないと妹に押し付けようとしたようだ。呆れた。また同じようなことしてんのね。ほら受け取れよ、お前が育てるんだ。バカ言わないでよ。通報するね。即警察に、育児放棄して子供を我が家に押し付けようとしている男性がいると通報してやる。元旦那は光の速さで逃げていった。何が六法全書だ。後日警察から元旦那に厳重注意をしておきましたという連絡が入った。離婚の際に力になってくれた弁護士さんに相談し、接近禁止のルールを破った制裁をすることに。それは慰謝料と養育費の倍増だ。まあ最近はまともに振り込まれていなかったようだし。弁護士から倍増の請求が来て、今度は元義母が実家に直接連絡してきた。なんなの？どういうつもり？私たちから金をまた巻き上げようとしてるのね、女のくせに。当然の権利なんですけど、そもそもあんたんとこの息子が約束を破らなかったせいでしょ。だったらあの子供も育てなさいよ。話になりませんね。その後、倍増になった慰謝料などを払えず、義実家は売却することになったみたい。再婚、離婚の時に他の女性とも関係を持っていたことも元奥さんにバレていたようで、さらにそちらにも慰謝料を払うことになっていたらしい。
そりゃそんなに慰謝料が重なったら家も売ることになるよね。おまけに貯金も全くないみたいだし。妹の元夫と義両親は今や小さなアパートに引っ越したそう。元夫の稼ぎがあると思いきや、実は妹と結婚していた頃からずっと非正規、妹頼りの生活をしていたので、離婚してからは両親の年金頼りだった。やがて元夫は年を取り、できる仕事はきつい肉体労働だけになっている模様。もう嫌だこんな生活。母さんたちも働けよ。老人になんてこと言うの。泣きながら3人で極貧生活をしているみたい。幸いなのは子供は施設に預けられたことぐらいか。私たちの方はそんな元義実家のことなんてもう忘れて、子供たちに囲まれて楽しく暮らしている。姪っ子たちがいるおかげかな。結婚なんかもういいかも。そんなこと言わないでよ。こっちとしたらお姉ちゃんがいてくれたら嬉しいけどね。妹とも相変わらず仲良くやっている。私がもし結婚したらこの家を出ていかなきゃならないのかな。そう思うと少しだけ寂しさを覚えるのだった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。